皆様こんにちは、みぞかみでございます。みぞかみ真一の教育論動画チャンネルナンバー9、桐蔭学園の取り組みを報告する企画でございます。本日は、パート9、昨日配信いたしました、高校ですね、教学アイアンとカリキュラムマネジメントの中で、振り返りを学習内容を理解に結びつけるためにと、こう対するお話を伺ったその本編の後に、私と議論した内容を、編集してお届けするものでございます。これが昨日配信したものですね。本編説明欄のところに URL を貼っておきますので、まだご覧になっていない方はそれをご覧になってから今回の議論を、お聞きいただければと思います。で、議論ですけれども大きく3つ、編集しております。1つは、関係ないという話なんですけどね。じゃあどういうふうにすれば、その、振り返りと授業内容理解が直接関係するものになってくるのかと、この実践のポイントですね。これが1つ目の議論。それから、後半、港 B ですね。探究的な学習ですけれども、これが、よく取り組めている生徒は、大学入試の結果がいいと、大学以降に生かすため、と言ってるんですけれども、結局は横島に入試のためじゃないんですかみたいなことを、ぶつけてみてですね、なんて返ってくるかなと思うのを、お伺いいたしました。それから勝間先生、カリキュラムマネジメント通信で結構文献を上げてこられるので、どういうふうに勉強してるんですかってね、ちょっとお尋ねしてみました。高校の先生でここまで一般的にはできないと思うんですけども、勝間先生大学院も出られていて結構勉強してこられた方ですので、ちょっと別格かなとは思うんですけれども、ただ参考になるかと思ってですね、伺ってみました。はい。それでは、議論の内容ですね、お聞きください。この変装感の分析、とても面白くて、いや、さすがだな、とか思ったんですけど、振り返りが変装感をかけると、関係なくなってくるわけですよね。で、これが独立して、授業内容理解と、相関を持つようにというふうなね、変装感で値が出てくるようにと、先ほどね、おっしゃいましたけれども、じゃあ、どんな振り返りしたらいいんですか？ですね、多分授業の内容に、リンクするような。で、多分今の生徒たちが行っている振り返りの書いてるのって、こういう言い方ですけど、次頑張るとか、こういうことができなかったから次こういうことをやりたいっていう、行動面が、の書き方が多くて、その学びを深めるとかっていう内容理解に結びつくような、振り返りに多分なってないんだと思うんですね。やっぱりそれを目指していかないと、多分その振り返りが主体性に影響を与えて、主体性が理解っていうのは起こりうるんだけども、振り返りそのものが内容理解に結びつかないっていうのは多分そういうこと、ところなのかなっていうふうに。でもそれ振り返りの質を考えていく上での基本中の基本ですよね。はい。そういうことだと思います。そうですか。いや、わかりました。港美が、大学入学後にいろいろ生きていくぞという、質問してるわけですよね。で、だけど、分析をすると、大学受験の合格率にも、関係を示していると。これね、どうなんですか？この学校として、先ほど探究導入の時の説明もありましたけれども、生徒たちね、大学以降に行かせるというよりも、港日やったら、この、特にほら、公募推薦総合選抜の希望者のデータなんで、有利になるぞとかね、そういうふうな横島のあれが現れてる結果とか、そんなことはないんですか？これはですね、高校3年生の、ちょっと待ってください。この横島な結果がいいように解釈されて出てきたというふうに読む人もいるんじゃないかなと思ってね。で、結論から言うと、はい、私は横島でも別にいいと思うんですね。はい、それでも一生懸命やるやらないっていうのはちゃんとあって、で、私たちは探究の質を見ていけばいいのでね。ただ、ちょっと分析者としての川妻先生の理解は聞いておきたいなと思ってね。このミラトビを大学で行かせそうっていうのは、高校2年生の最後に、質問してる内容なんですよね。で、これ全部、ほぼ、自分のミラトビの内容が仕上がっている段階というところで、で、仕上げてきた中で、
その、なんていうんですかね、それなりに、あ、これ大学につながるものが自分でできたなって思っている子たちっていうのが、多分これで、ミラート病大学で行かせそうっていうのに、多分答えているんですよね。で、ここは問いを大学受験で行かせるっていうふうにしなかったのは、そこは、要するに、大学でどんなことを学ぶのかっていうイメージをどれだけ生徒たちが持っていて、で、それが、その大学受験にどれだけの、まあ、なんていうか、するんですね。それは別に、総合選抜とか公募とか一般受験とかを問わずに、やっぱり大学でこういうことを学びたいな、こういうことをやりたいなっていうところにどうつながるかなっていうのが見たいっていうところがあって、まあ、当然ですね、よこしまな思いを持って、で、実際これで、公募推薦、総合選抜で受かった子っていうのもいると思うんですけど、ここはでも一般受験で行った子たちも入っている。で、実際そんな早慶上位とかはですね、たくさん合格しませんので、言ってもそんなにたくさん合格するわけではないので、とするなら、やはり、こう、その後のですね、ここでやりきったっていうんですかね、大学で行かせそうだと、受験ではなくて大学で行かせそうだと思って短期をやりきった子たちっていうのは、それなりに、受験に向けてのシフトみたいなのが、多分2年生か3年生変わるところでも、まあ、それなりに、頑張れたんではないかなと、そういうふうな数字として、まあ、結構な差があるので、そうですね。だからスタートは横島でもいいんだけれども、でも結局やりきったっていうところがここに表れてるってことでしょうね。まあ、私はそういうふうに、データとして見るところ、見たいなっていう感じ。岡田校長も大体そういう理解でいいですかね。やっぱりミラトビの中で、最初は水上先生おっしゃるように、横島な考え方あったかもしれないけれども、まあ、やってるうちに最終的にはこれうまくいったなっていう一つの満足感が現れてるのかなと私思いますね。いや、そうですね。そういうふうに理解できますね。最後はちょっとちっちゃい質問なんですけど、先ほどなんか文献出てましたよね。成長する教師とか、いや、懐かしい本だなと思って見てたんです。これ、これ。いや、松本先生こんなん読んでるんだなとかって思ったんですけど、ちょっと普段こういうのってどういうふうにして読んだり、こう調べたりしてるかっていうのを、ちょっと聞かせてくれます。いや、なかなかね、高校の先生でこうね、こういうの、ちょっと勝間先生は別格なんだけど、なんかこういう感じで自分は勉強してとか、ちょっとよかったら教えてくれません？勉強ってことだ。もう本当に本音のところから行くと、カリキュラムマネジメント通信で先生方に伝えるときに、まあ、要は根拠といいますか、結局、その振り返りをこういうふうに使えるんだって。まあ、メタ認知とかフィードバックとかって、まあ、別に私はこれ、まあ、わざわざ引っ張ってこなくても、まあ、持って、言おうと言えば言えるんだけれども、やっぱり学校の先生方って、こういうふうなので、研究もありますよっていうと、あ、まあ、そうなのかと。これ、世の中ってそういうふうに、だとかっていうのが、やっぱり大きいと思っていて、カリキュラムマネジメント通信を書くときに、まあ、そういう、なんかこう、ちょっと後ろ盾になるような文献はないかなっていうふうに思って、まあ、こう探していると、で、まあ、いろいろこう読み漁ってるうちに、それが今度は自分の興味本位になって他を読んでるとかっていうのも実際ありますけど、まあ、結構その割と実利的な カリキュラムマネジメント通信を書くっていうのが一つ、こういうのを読むきっかけになってることは確かに。そっかそっか。ねえ、勝間先生がこう思ってたら、お前が思うだけじゃないのかとかそうそう、そういうことです言ってくるね。からね。カリキュラムマネジメント通信っていうのをこう出してるのはやっぱり一つ動機としていいですね。私はでもやっぱ本とか論文書くときに結構いや、嘘とかいい加減なことを説明しちゃいけないと思ってやっぱ調べるんですよね。そういう感じなのかな。いや、すごいな。ありがとうございます。じゃあ岡田先生、ちょっと今日のね、共学 IR ということで今日お話しいただいて、まあ、いいと思うんですよ。進学校として大学受験にもつながる成果、そして、高校から大学社会へとトランジションっていうね、まあ、欲張っていろいろつなげてますね。今後なんか、ちょっと課題とか、まあ、こういう感じでもっとやっていきたいとか、よかったら一言いただけますかね。
そうですね。やっぱり課題としては、最初に私申しましたけれども、私たち教員っていうのは、どうしても経験値に頼りがちなんですよね。で、その経験のある先生が、そのおっしゃる言葉というのが非常に重い。まあ、こういうふうに指導してきたんだよというのは。でね、それはそれでね、大事だと思うんですけれども、それが、やはり時代とともに変わってきてしまったりとか、あるいは生徒とのズレにも気づかなくなってしまったりということも、一方でやはり、あるんですね。私自身ももう、まあ、ベテランの域に達してきているところで、それかなり実感するんですけれども、それをですね、やはりこの、いわゆるエビデンスというものを見ることによって修正していく、あるいは改善していくというようなところは、やはり私たち教員はもう少し目を向けていかなきゃいけないなというふうに、まあ、考えているところです。まあ、桐蔭学園がですね、それをこう、リードするような学校になれればと考えているところですけれども、これやはりですね、日本全体で、この、特に中等教育においてですね、考えていかざるを得ない問題であるというふうに考えていますね。